よーかちこっちこんばんはタイポンですはいということで、ね、今回はですね FIFA21 アルティメットチームの現在開催されている新イベント ロードトゥーザファイナル略して RTTF こちらのイベントを解説していきたいと思いますこちらのロードトゥーザファイナルはですねチャンピオンズリーグそしてヨーロッパリーグをテーマにしたイベントとなっております現在こちらのイベントはもう開始していて今ね排出されている選手たちがこんな感じになっておりますかなり豪華ですねサラーグリーズマンラッシュフォード まあ、いわゆるメタ選手と言われるような選手たちが結構多く選出されております。で、これ RTTF チーム1ということなので、まあ、来週にチーム2がやってくるという形ですね。でね、EL の方はこの撮影時にはまだ排出されてないんですけど、まあ、予想だとオバメアンとか、レナトサンチェスとか選ばれるんじゃないかなっていう予想がされております。で、もちろんこれに選ばれている選手の基準っていうのは、まあ、チャンピオンズリーグとかヨーロッパリーグに出場してるクラブから、まあ、人、そのクラブから1人だけ選ばれるという感じになってますね。 で、今紹介したのはパックからゲットできるか、それか市場で購入するかのどっちかでゲットすることができる選手となっております。それ以外にもね、今現在 SBC でチェルシーからマウント、エアルからイスコ、あとはね、目標で来ているのがセビージャからクンデ、この3選手がね、 えー、パック以外で入手する方法で現在来ておりますまあ、こんな感じでね目標で来たりとかあとはね SBC で来たりとかもしますでねこのロードトゥザファイナルという特殊カードはかなりねもう他の特殊カードとはもう全然違ったまあ、特性を持っているという感じなんですけどまあ FIFA というゲームはねかなりねリアルとのリンクというのがすごいあるゲームなんですけどまさにこのロードトゥザファイナルがリアルとのリンクというのがね予実に現れているそんな特殊カードになっておりますまあこれねどういったことかというとまあ選ばれた選手たちの 所属クラブがチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグで勝ち進んでいけばいくほどこの RTTF の選手たちも能力が上がっていくというそういった特殊カードになっておりますまあ、なんで例えばねサラ今91位なんですけどもしね仮にリバプールがチャンピオンズリーグ優勝したとするとまあそうするとサラは合計能力がプラス6されるのかななんで90 97まで上がりますねうそうしたら相当 <laughs> もうやばいこと起きるんじゃないかっていうレベルなんですけどまあ最大プラ プラス6されるということなんですけど、まあ、こちらの画像をちょっとご覧ください。一番左側にね、これ89となっているんですけど、まあ、イベントローンチということで、まあ、イベント始まった時の能力ですね。で、次90、ノックアウトステージって書いてあるところが、まあ、グループステージ突破したらプラス1されますよという感じですね。そして次91のところ、えー、ウィンファーストノックアウトゲームということなんで、これベスト16で、ファーストレッグ、勝ったチームが能力上がるという感じになってます。で、次がクォーターファイナルなんで、クォーターファイナルに行ったチームの選手がプラス1されると。 で、次はセミファイナル。で、ファイナル。で、ラストがチャンピオンズリーグ優勝という感じで。えまあ、こういったタイミングで能力上がっていくという感じになってます。まあ、これはね、EL の方も一緒となっております。で、もちろんね、勝ち上がれば能力上がっていきますけど、負けた場合はどうなるかというと、まあ、アップグレードはされないまま、そのままという感じですね。で、もちろんね、これ、能力上がるか、そのままステイなのかっていうのを2択なので、まあ、下がるってことはないんですけど、市場での価格っていうのも、 かなりねね上下運動激しいんですよ、ね、なので、このロードトゥーザファイナルという特殊カードはかなりね、ギャンブルカードとも言われてまして、敗退,退したらね、結構値段ガッと下がるんで、で逆に勝ったらめちゃくちゃガッて上がったりするし、結構このね、RTTF というカードを市場で買うってなったら、割とタイミングが重要だったりとか、まあでも応援してるクラブの選手買っとくとか、まあそうじゃなくてもね、コインを増やしたいって場合とかに、まあ賭けで試合開始前にちょっと安く買っておいて、もしね、勝ったりとかしたら値段上がるんで、 値段上がったタイミングで売るとかまあそういう楽しみ方してる人とかもいますね。去年とか誰か なんかもうファーストレグの時点では負けてんだけどセカンドレグで逆転を見越して、まあ、その選手勝っておいてみたいな、まあ、そういうふうにやってる人もいましたねでもしねこの選手たち選ばれてる選手たちの中誰かが1月とかにまあ移籍しちゃった場合移籍しちゃった場合はその選手はそれ以上のアップグレードがされないという感じになっておりますとりあえずねこのロードトゥーザファイナルは本当にねチャンピオンズリーグを見る楽しさっていうのをねちょっとね倍増させてくれるそういったカードになってますねはいい以上が現在開催されてる イイイベベンントトトロードトゥーザファイナルのイベント概要という感じになっておりますはい、そして次ですね、今月もやってきました、FUT ユナイテッドのスカット作りのコーナーです。前回、まあ先月ですね、先月に、まあ俺と一緒に最強のスカット作って世界一目指さないかみたいな動画投稿したんですけど、それの続きですね、今回、まあロードトゥザファイナルがやってきたということなんで、またね、ちょっと皆さんに投票を行ってもらうと、そういった感じなんですけど、まずね、前回、ワンズ・トゥウォッチの 3選手ベルナーそしてチアゴそしてハキミこの3選手の中どの選手をスカッと入れたらいいかっていうのをね投票していただいたんですけど、まあ、結果としましてはベルナーが選ばれました。 まあなので、ベルナが一番投票されたという感じなので、えー、まずベルナがスカットに入ることが確定しました。今回も同様にですね、皆さんに投票していただきたいんですけど、今回投票する3選手はですね、ロードトゥザファイナルから3選手選出されております。まず1人目がグリーズマン、そして2人目がラッシュフォード、そして3人目がデイビス。えー、この3人ですね、この3人のうちどの選手をスカットに入れ込むのか、またね、投票していただけたら嬉しいなと思います。えー、この動画の概要欄にね、FET ユナイテッドのリンク入れておきますので、そこからね、ログ ログインしてていいただいて投票画面がね出てくると思いますのでそこから投票よろしくお願いします。個人的には前回、ね、ベルナーだったんで俺が投票しようかなと思っている選手はラッシュフォードですね。まあ、なんといってもね今作ねラッシュフォードバカ強いんですよ。ラッシュフォードがマジで強くてまあ、値段もねめちゃめちゃ高くなってきてますからね、最近。まあ、とりあえずね投票の方よろしくお願いします。そして今回のこちらのね投票に参加してくださった方の中からロードトゥザファイナルのえ、まあ、選手カードが 当たる可能性がありままままますすすののののでで、まあ、これに参参加加ししして損といいいいうのはまあ一つもな思ね方よろしくお願いしますそしてね、前回も参加してくださった方、まあ、投票してくださった方、今月もね、しっかり投票しましょう。継続してね、参加していただくと、最終的にね、PlayStation 5が当たるかもしれないので、ぜひね、ちょっと毎月ね、参加してもらえたら嬉しいなと思います。そしてまあね、この動画見てる人とかも、うすでにね、FIFA 21持ってる人が大半かなと思うんですけど、まだね、FIFA 21買ってないよって方はね、ぜひ購入しましょう。マジでコ 面白いんでそしてね、あと FIFA21 もうやっていても、コンパニオンアプリ、まだ使ってない人。まあと、これは UT やってる人に限定されちゃうんですけど、まあ、コンパニオンアプリね、まだ使ってない人、ぜひね、スマートフォンのアプリ検索するところから FIFA21 コンパニオンアプリなんて調べて、ダウンロードしてね、使ってみてください。まあ、これに関しての動画はね、俺はすでに出してますので、まだ見てないよって方はね、そちらの動画ちょっとご覧ください。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。皆さんも一緒にね、ロードトゥザファイナル、このイベントを楽しんでいきましょう。はい、それでは最後までご視あと この動画だと思ったらグッドボタン、まあ、チャンネル登録しない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイさよなサナパリュー